バターンはアメリカ海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦の8番艦。艦名はフィリピンのバターン半島において太平洋戦争初期に行われた戦闘にちなむ。バターンはニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で軽巡洋艦バッファローとして寄港する。1942年6月2日に CV-29 に 艦種変更及びバターンへ艦名を変更した。1943年7月15日に CVL-29S 再変更。1943年8月1日にジョージ・ D ・マレー夫人によって命名、浸水し。1943年11月17日に VH シェファー艦長の指揮下収益した。成長公開の後にバターンは 太平洋艦隊に配属された。日本軍との初期の交戦で、バターンの艦載機は1944年4月21日から24日まで、ホーランリア、ニューギニアへの攻撃を行った。その後トラック島、サタワン干渉、ポナペへの攻撃、サイパン、マリアナ諸島への攻撃、第一次小笠原諸島攻撃、マリアナ沖海戦、第二次小笠原諸島攻撃に参加する。 その後バターンは修理のために本国へ帰還し、修理の完了後、第58任務部隊に参加し沖縄攻略支援に従事する。この間にバターンの艦載機は4月7日に戦艦ヤマトの攻撃に参加、ヤマトの撃沈に貢献した。4月18日には北緯26度42分、東計130度38分。 二十26.700度統計130.633度26.700130.633の水域で潜水艦を攻撃して撃沈を報じ、この潜水艦は E56 と判断されたが E56 はおそらく4月18日より前に駆逐艦ハドソンの攻撃により撃沈された。バターンはフィリピンに交代し第三艦隊に合流。 日本本土攻撃に従事した。バターンは、ジェラルド F ・ボーガン少将を率いる第38.3任務軍に加わった。同部隊は、バターンのほかエセックス、タイコンデロが、ランドルフ及びモンテレーで構成された。7月14日と15日に、バターンの艦載機は函館及び青函連絡船を攻撃したが、天候情報収集に飛び立った。 関西機2機が行方不明となった。バターンは本国に帰還し、1945年10月17日にニューヨークに到着した。その後マジックカーペット作戦に従事し、1946年1月10日にフィラデルフィアに到着、不活性化が行われ、1947年2月11日に予備役となった。バターンは1950年5月13日に、 フィラデルフィアで最終駅した。1950年6月に朝鮮戦争が始まり、7月にサンディエゴに到着。空軍の物資と人員を搭載すると、東京湾に向けて11月16日出港する。12月15日に韓国水域に到着し、1951年6月まで関西機による地上支援攻撃を行った。 バターンは1951年6月2日に西海岸へ向けて出発し、サンディエゴで短期間の停泊の後7月9日にオーバーホールのためワシントン州ブレマウトンに向けて出港する。11月20日にサンディエゴへ戻り1952年1月27日に横須賀へ向かい、続いて沖縄の中城す湾に向かう。バターンは 沖縄沖での訓練を4月29日まで続け、朝鮮半島へ展開した。1952年の夏を通して、日本と韓国の間で作戦従事し、8月11日にサンディエゴに向かう。10月27日に再び極東に展開し、1953年5月10日まで作戦活動を行った後サンディエゴに帰還する。 7月31日までオーバーホールと訓練を行いながらサンディエゴに泊まった。その後新自湾から神戸、横須賀に向かい、1953年8月26日に不活性化のため帰国する。バターンは1954年4月9日にサンフランシスコで予備役となり、1959年9月に除籍され1961年5月に、 スクラップとして売却された。パターンは第二次世界大戦での選考により6つの朝鮮戦争での選考により7つの従軍政賞を受賞した。ありがとうございます。